本動画では、イーサネットデバイスコンフィギュレーションの機能であるネットワークベースモードの設定方法の例として、マイグレーション機能を使ったコンフィギュレーションファイルの変更方法を説明します。はじめに、ネットワークベースモード関連の動画を紹介します。ネットワークベースモード関連の動画は、コンセプトを紹介する概要編、ツールの操作方法を紹介する基本設定編、測定ネットワークに VLAN を設定する VLAN 設定編を用意しています。本動画はネットワークベースモードのマイグレーション編です。ネットワークベースモードの概要や基本的な設定方法などについては別の動画をご視聴ください。それではマイグレーション機能を使ったコンフィグレーションファイルの変更方法を紹介します。はじめに、マイグレーションの機能を説明します。マイグレーションは、チャンネルベースモードからネットワークベースモードに自動的に変換する機能です。変換するファイルは、CANU のコンフィグレーションファイルと、ハードウェアインターフェースの設定です。この2つの設定が変換されることで、ネットワークベースモードで CANU を動作させることが可能となります。マイグレーションは、この2つのファイルの変換作業を削減することを目的に提供されています。それではマイグレーションを起動してみましょう。マイグレーションを起動するには、CANU のコンフィグレーションを開いたときに、次の2つの条件が必要です。1つ目は、CANU のコンフィグレーションファイルがチャンネルベースモードのテンプレートであること。2つ目は、CANU のコンフィグレーションを開いたとき、測定モードが実バスとなっていることです。実バス設定となっていない場合は、実バスモードで保存してから再度コンフィグレーションを開いてください。それではマイグレーションを開始しましょう。マイグレーションの起動条件を満たしたコンフィグレーションを開くと、マイグレーションを開始するかどうかのポップアップウィンドウが表示されます。移行ウィザードを開始をクリックしてマイグレーションを開始します。そうするとマイグレーションウィザードが表示されます。マイグレーション機能の説明が表示されますので、 NEXT ボタンを押して次へ進みます。次に、ハードウェアインターフェースを選択する画面が表示されます。画面上部には、CANU のコンフィグレーションで設定されているアプリケーションチャンネルの数が表示されます。これは CANU のオプション画面のチャンネル利用状況の設定から読み込まれています。画面中央には、ご使用の PC で使用経験のあるデバイスが表示されます。もし実際にチャンネルベースモードのハードウェアインターフェースを接続している場合、シリアル番号が表示されたハードウェアインターフェース名が表示されます。ここでは接続しているインターフェースを選択して NEXT ボタンを押します。次にマイグレーションする場合に問題があるかどうかの画面が表示されます。マイグレーション可能な状態であればこのように表示されます。なお、コンフィグレーションによってはマイグレーションができない場合があります。そのような場合、イシューレポートに理由が表示されます。イシューレポートに従ってコンフィグレーションを変更してください。ご不明な点がありましたら、弊社サポートまでお問い合わせください。最後に、マイグレーションの設定完了画面が表示されますので、フィニッシュボタンを押して画面を閉じます。次に、マイグレーションが開始されます。ハードウェアインターフェースをネットワークベースモードで書き込むかどうかのポップアップウィンドウが表示されます。すぐにハードウェアインターフェースの設定を書き込む場合は OK を押し、後で設定を書き込む場合はキャンセルを押します。ここでは OK を押します。ハードウェア設定が変更されますのでしばらく待ちます。ハードウェアの書き込みが終わると、次に CANU のコンフィグレーションが変換されます。ここではポップアップウィンドウなどは表示されません。シミュレーション設定画面の仮想ノードに通信線が途切れているような表示に変われば、マイグレーションが完了します。また、ハードウェアタブのネットワークハードウェア設定画面を開くと、ハードウェアコンフィグレーションズに
先ほどハードウェアインターフェースに書き込んだ設定ファイルがコンフィグレーションセットに設定されています。デフォルトではコンフィグレーションセットがアクティブとなっておりますので、CANU を開くたびに設定ファイルが書き込みされます。不要な場合は非アクティブにするか削除してください。マイグレーション機能の紹介は以上です。最後に、その他のドキュメント関連として、弊社ホームページのカスタマーポータルサイトからイーサネット関連の各種マニュアルをご参照いただけます。ネットワークベーストモードの設定方法や、チャンネルベーストモードの設定方法、キャプルプログラミング、トラブルシューティングなど各種取り揃えております。こちらもぜひご参照ください。以上で本動画を終了いたします。ご視聴ありがとうございました。